まず最初のゲストは僕がずっとお会いしたかったこの方です。どうも、明けましておめでとうございます。ワンオクロックのボーカルタカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんと明けましておめでとうございますって言ってくださるんですよ。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。ずっとお会いしたかったんです。なんて僕はお呼びしたらいいですか。もうタカでいいです。タカですか。はい、でも俺、いや、迷ったんですよ。なんか初め、はい、はい、タカとかって言ったらなんかいかにもやらしいじゃないですか。いやいや、全然全然、いや、慣れ慣れしすぎるかなと思って。タカさん、でもタカさんっていうとなんか変だなという気もするし、はい、じゃあタカで、はい、はい、お願いします。いや、すごい。僕はもちろんにわかファンで、はい、もちろんその存在をずっと知ってましたし、それからもちろん聞いてもいましたけど、世界に行けるなっていうのを一番感じるのがワンオクなんですけど。いや、嬉しいですね。今日もこの話いただいた時に、うん、なんで僕なんだろうとちょっと思いまして、僕の周りの友達とかが、はい、秋元さんと、はい、こういう関係があるのをちょろっと聞いてたんですけど、はい、いや、あんまりやっぱりこうお話ができる機会がないので、はい、もう今日はぜひちょっとお話、いや、本当に忙しい中嬉しいんですけど。いや、とんでもないです。逆に僕の方もこの NHK でね、はい、今会いたい人に対談する番組というのを持ち込まれて、はい、まず会いたいと、ワンオクの高に会いたいなと思ったんですけども、でもちょっとなんか来てくれないんじゃないかなと思ったんですけどなんでその出てもいいなと思ってくれたんですか。日本に帰ってくるタイミングがやっぱりすごい減ってきまして、うん、で海外で頑張ってるとやっぱりどうしてもその文化の違いだったりとか、うん、いろんなことにこう衝突するタイミングもあるんですけど、うん、やっぱ自分が日本人として生まれて日本人としてこう海外で頑張ってるっていうところで言うと、うん、やっぱり海外の自分より先輩の方々の話を聞いてもためになるんですけど、うん、やはり日本語で、うん、その日本で頑張ってこられた先輩方の話をやっぱりこう聞くタイミングってどんどん今減ってきちゃってるんですよね、うん、で短い人生の中で考えた時にやっぱり何かこう偉業を成し遂げた方々の話っていうのは自分の今後の人生にとってもすごくやっぱりすごい役に立つというか、うん、まあ、なんかそういう感覚でやっぱりぜひ お話を聞いてみたい、なんかこう面と向かって言葉を交わしてみたいっていうのがすごいありました。僕も全く逆で、そのこんなにすごいことをやってる、まあ僕らからすると若者ですけど、やっぱり日本捨てたもんじゃないなっていうのが一番でね。それでまあ僕の場合はもうすでにもうフリッパーコインっていうもう新しいドキュメンタリーがもう配信されてるんですけど、その前の2019年のそのワールドツアーのドキュメントを見せてもらって、はいはい、すごいなと思ったんですよ、ね、ありがとうございます。見ていただいてること自体がちょっと驚きです。いやいや、もう すごいからだからやっぱりその話を聞いてみたいなと思ったんですよ、はい、でつまりそのそれでこう NHK の方に誰に会いたいですかっていうか、ワンオクの高に会いたいっていうことをオファーしたんですけど、僕からすると全くね、その、そのワンオクの中の、まあ、歌詞の中に、登場するような体制派とかなんかまあそんな全然僕なんかはもう、まあ、あれなんですけど、でもイメージとしてはなんかこう権力者ではないんだけども、いわゆる芸能界とか、はい、メディアとかの中心にいる悪役おじさんみたいな感じがするから、うんうん、その体制派の人になんか話してくれるのかなってのすごく心配したんですけど、すごい嬉しいですよ。いやいや、とんでもないです。やっぱ僕もいろんな方とお話しする機会あるんですけど、うん、やはりなんか自分が最近思うのは、何かをこう成し遂げられた方って結局みんな同じ思想を持ってる方ばかりだなっていうのがありまして、うんうん、僕も若い時はやっぱりすごいそういうものにこうなんかアレルギーがあったのは事実なんですけど、うん、やっぱり自分がそういう、こう人生を重ねていく中でいろんな人とお会いしていくと、うん、やっぱりこれは関係ないんだなというか、うん、ただその中でもそのおしゃべりをしてみたいとか興味があるっていう、それも別なんですけど、うん、まあ、別のね、ベクトルだもんね、はい、僕も実はなんだろうな、その高校ぐらいから放送作家で、高校2年の時に放送作家になったんですけど、はい、本当はどちらかというとその大人とか、はい、その体制派とか権力者の反対側にいたんですよ、うん、
でそこでこうなんかこうなんだよそれとか子供たちを責めないでとかっていう歌を作ったり、はい、それは子供が私は子供が嫌いですとかでわざとアンチテーゼみたいなことをしたりしてたんですね。わざと逆のことを言ったりして、はいはいはい、そういうなんかでもいつの間にか年を取るごとになんか自分が、ま、あのこうおじさん側にいるんですよね、はいはい、だから多分タカもきっとそういうふうにあのなんですかねこうメジャーになっていくと、はい、なんかこう自分たちが居心地が悪いところにいつの間にか引き込まれてる感じが出てくると思うんですよね。あだその時にどんなことを考えるのかはまた、うん、楽しみだなと思うんですよね。なるほど、うん、もうあと10年後ぐらいですか、ね、いやその年齢じゃないと思うんだけどどっかでほら自分は変わってないんだけど、はい、周りの見方がつまりほらなんだろうロックバンドとかもよくあるのは、うん、あのすごくこうあの小さなライブハウスでやった時にすっごい応援してて大好きだったんだけど、はい、なんかでかい箱でやり始めた、はいはいはい、なんかね自分の知らない世界に行っちゃったなとか遠く行っちゃったなと思うじゃないですか。よくありますね、うん、はい。だからそういう意味ではなんか全く真逆にいるような感じはするんですけど僕の中ではなんかすごく懐かしいっていうかああこういう気持ちがあってだから世界に向かって行ってる時にああいいなすごい羨ましいなって あの頃僕らは1989年にニューヨークに行ったんですよ、はい、でニューヨークであのミュージカル作ろうと思って行ってこっぽみじんにされましたあまり あの当時はほらインターネットもそんな普及してないし、ね、はい、だからもうスケールの差とかクオリティの差とかいろんなことで弾き返されて、うん、だからなんかそれで言うとやっぱり、まあ、多分僕らの世代の音楽でもね相当みんな海外に行ったんだけどみんなどこかで挫折したり、うん、その中であのやっぱワールドツアーであのバスに乗って、はい、あれしんどいよね相当あれはちょっと本当にやばい時やばいですね。ね、はい、きついです。だってスタッフずっと一緒でしょ。ずっと一緒です、はい、でそのそれぞれの都市で全部あの、多分 1,2 回のリハーサルでやっていくわけでしょうか、はい、そうですね、まあ、あのもちろんライブがこう積み重なってきて疲れてもうさらに嫌になっちゃうみたいな瞬間もあるんですけど、うん、やっぱすごい揺れるんですよ、うん、なんであの寝れないっていうのがあ一番辛くてバスの中でのそうなんです、うん、でシャワーもないですし、うん、トイレも変な話あの、うん、大きい方できないみたいな、うん、なんで会場にあるこうなんかホースみたいなシャワーを、うん、みんなでこう回しながら浴びたりする瞬間もあるんですよ、うん、でまあ今思えばやっぱそういうことの積み重ねがロックバンドだなと思う。そう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 、だからそこになんかまあ僕らなんかが憧れるのはそこだよね。だから多分だってアメリカのバンドは全部そうです ねやっぱり広大なアメリカを回るわけだから、はい、みんなあのそれやってるわけでしょ。そうですね、もうそれはもうブルース・スプリングスティンだろうが、はい、なんだろうがみんなそれをやるわけじゃないですか、はい、そうです。あれはすごいなと思った。それがこうどんどんクオリティが上がってってですね、うん、バスが1台から2台になり、あ、スタッフ用のバスができたりとか、うん、でバスも広くなってベッドが2個のやつになったりとか、うん、まあグレードアップしていくんですよね売れると、うんうん、やっぱそのサクセスが意外とやっぱ自分の中でもなんかこう楽しみにしてるじゃないんですけど、うん、あちょっと今回バス良くなったなとか、うん、なんかそういうワクワクドキドキがこう時間をかけながらちょっとずつこうドラクエっぽくなってってんのは、うん、すごい面白いなっていうのは今あるんですけど、まあこのコロナで全然ツアーもできてないんで、うん、逆にあれがちょっと恋しい感じも今ありますね、うん。